カーネギーの肖像は、スコットランド生まれのアメリカの実業家。崩れ行く橋を見て、着想を得て、カーネギー鉄鋼会社を創業し、成功を収めて、鋼鉄王、または、鉄鋼王と称された。一支伝中の人物であり、ジョン・ロックフェラーに次ぐ、史上2番目の富豪とされることが多い。事業で成功を収めた後、教育や文化の分野へ、 多くの寄付を行ったことから、事前活動家としてよく知られている。1889年の富の福音は、フィランソロピーを志す人々への啓蒙所となっている。スコットランドのダンファー・アムリンで生まれ、1848年には、両親と共にアメリカに移住した。アメリカではまず織物工場で作業員として働き、後に、 同社オーナー専属の計算書記となった。間もなく電信配達府となり、電信会社で昇進。1860年代には、鉄道、新大車、鉄橋、油性櫓などの事業を行った。最初の資産は、当時花形事業だった鉄道への投資で築いた。1870年代には、ピッツバーグで、カーネギー鉄鋼会社を創業。1890年代には、 同社が世界最大で最も高収益な会社となった。事業で得た富でカーネギーホールなどを建てている。引退した従業員のための年金基金も創設した。1901年 JP モルガンに4億8000万ドルで同社を売却。エルバート H ゲエリーのフェデラル鉄鋼会社と合併して US スチールとなった。カーネギーは 残りの人生を事前活動に捧げ、図書館建設、世界平和、教育、科学研究などに多額の寄付をした。アッパーアイオワ大学のキャンパスに図書館を建設するため、会員議長デイビッド・ B ・ヘンダーソンに2万5000ドルを寄贈している。ニューヨークカーネギー財団、カーネギー国際平和基金、カーネギー研究所、カーネギーメロン大学、カーネギー教育振興財団、 カーネギー博物館などの創設に資金を提供した。最も金をつぎ込んだのは、アメリカ各地やイギリス及び、カナダなどでのカーネギー図書館、学校、大学の創設である。ダンファームリンにある聖果1835年、カーネギーは、スコットランドのダンファームリンで、手織職人の長男として生まれた。聖火の1階の半分を占める部屋は、 隣の手織り職人一家と共有で、今としてもダイニングルームとしても、寝室としても使われた。アンドリューという名前は祖父にちなんで付けられた。1836年、父、ウィリアム・カーネギーが、ダマスク織りで儲けたため、やや広い家に移り住んだ。叔父のジョージ・ローダーは彼に、ロバート・バーンズの作品やロバート一世や、ウィリアム・ウォレスや、 ロブロイ・マグレガーといった、スコットランドの歴史上の偉人について教えた。エピソードカーネギーがまだ子供の頃、母親と一緒に、市場へ買い物に行った時のことである。果物屋の店先に甘ずみされていたサクランボに見える、カーネギー少年に気づいた果物屋の主人が、サクランボを一つ紙分だけサービスしてあげようと、気前よく、カーネギー少年に言った。 しかし、カーネギー少年はサクラんぼに全く手を出そうとしない。そこで主人が、サクラんぼは嫌いなのかいと尋ねたが、カーネギー少年は嫌いじゃないというだけで、やはりサクラんぼに手を出そうとしなかった。主人は、不思議そうな顔をしながら、サクラんぼを掴んで、カーネギー少年の帽子に入れてやった。それを見ていた母親もやはり不思議に思ったらしく、帰宅後に、 どうして自分でサクラんぼを取らなかったのと尋ねてみると、カーネギー少年は得意そうに、だって僕の手よりも果物屋さんの手の方が大きいから、ラんぼをいっぱいもらえるでしょと答えたという。カーネギーが子供の頃から人み外れて計算高い性格であったことを物語るエピソードである。アメリカ移住当時のイギリスの織物産業は、 蒸気機関を使用した工場に移りつつあり、手織り職人の仕事がなくなってしまったため、1848年に、両親はアメリカへの移住を決める。移住費用も借金する必要があった。当時のアラゲーニーは、貧民街だった。1848年、13歳で初めてついた、仕事は、面織物工場でのボビンボーイで、1日12時間週6日、 働いた。当初の週給は1.2ドルだった。父は、当初面織物工場で働いていたが、リンネルを折って行商する仕事を始めた。母は、靴の包装で稼いだ。鉄道16歳の時のカーネギー。弟のトーマスと、その後何度か転職し1850年、おじの勧めもあって、オハイオ電信会社のピッツバーグ電信局で。 電報配達の仕事に就く。この仕事は劇場にタダで入れるなどの約束があり、そのおかげでカーネギーはシェイクスピア劇のファンになった。彼は非常に働き者でピッツバーグの企業の位置と重要な人物の顔をすべて記憶した。そうやって多くの関係を築いていった。また自分の仕事に最新の注意を払い、当時の電信局では受信した。 モールス信号を紙テープに刻み、テープからアルファベットに解読して、電報を作成していたが、カーネギーは、モールス信号を耳で聞き分ける特技を身につけ、一年以内に、電信技師に昇格した。ジェームズ・アンダーソン大佐は、働く少年たちのために毎週土曜の夜に約400冊の個人的蔵書を開放しており、カーネギーはそこで勉強し、読書好きになった。 彼は、経済面でも知的、文化的面でも借りられるものは何でも借り、独力で成功を導いた。その能力、重労働を厭わぬ、自発性、忍耐力、用心深さは、間もなく、後期をもたらした。1853年、ペンシルバニア鉄道のトマス・アレクサンダースコットが、カーネギーを秘書権伝信士として引き抜き、集休は4ドルになった。18歳の頃に、 スコットがペンシルバニア鉄道の副社長に昇進すると代わりにカーネギーがピッツバーグの責任者になった。このペンシルバニア鉄道での経験は後の成功に大いに役立っている。鉄道会社はアメリカ発の大企業群でありその中でもペンシルバニア鉄道は最大の企業だった。カーネギーはそこで特にスコットから経営と 原価管理について多くを学んだ。スコットはまた彼の最初の投資についても支援している。スコットや社長のジェイドガートムソンは取引関係のある会社の内部情報を知り得る立場にあり、それを利用して株式を売買したり、代償の一部として契約相手の株式を得たりしていた。1855年。 スコットはカーネギーに500ドルでアダムスエクスプレスの株式を購入する話を持ちかけカーネギーの母が700ドルの家を抵当に入れて500ドルを捻出した数年後オハイオへ移動中のカーネギーに発明家のウードルフが信頼者のアイデアを持ちかけペンシルバニア鉄道は試験的な採用を決めたウードルフに誘われたカーネギーは借金をして 信頼者のための会社に出資し、大成功を収めた。彼はそうして得た資金を鉄道関連の会社に再投資していった。そうして徐々に資金を蓄えていき、後の成功の基盤を築いた。その後も、企業を設立する際にトムソンとスコットとの密接な関係を利用しており、レールと協梁を供給する会社を設立した際には、この二人に、 株主となってもらった。1860-1865、南北戦争南北戦争の前に、カーネギーは、ウードルフの会社とジョージ・プルマンの会社の合併を仲介した。プルマンは8 0 0トル以上の長距離の旅行が可能な一等寝台車を発明した。その際の投資は大いに成功し、ウードルフとカーネギーの利益の源泉となった。その後もカーネギーは、 スコットの下で働き、鉄道のサービスに、いくつか改善を施している。1861年春、軍隊輸送の責任者に任命されたスコットは、カーネギーを、東部の軍用鉄道と合衆国政府の電信網の、監督に任命した。カーネギーは南軍によって寸断された、ワシントン DC までの鉄道路線の再建を支援した。ブルランでの北軍の敗北の直後に、 ワシントン DC への北軍の旅団を輸送する機関車に乗り込み、配軍の輸送も現場で監督した。彼の指揮下で、電信サービスは効率化され、北軍が最終的に勝利する一員となった。南軍を打ち負かすには大量の弾薬を必要とし、補給には鉄道が大いに活用された。この戦争で産業の重要性が明らかとなった。 キーストン鉄橋会社1878年頃の写真南北戦争の際、艦船の走行、砲、その他様々な工業製品に使用するため鉄鋼の需要が高まり、ピッツバーグは軍需産業の一大拠点となっていた。カーネギーは戦前から製鉄業に投資しており、それが富の源泉となった。南北戦争終結後にペンシルバニア鉄道を退職し、 製鉄業に専念するようになった。いくつかの製鉄所を創業し、最終的にピッツバーグで、キーストン鉄橋会社とユニオン製鉄所を創業。ペンシルバニア鉄道は辞めたが、その経営人とは密接な関係を保っていた。その関係を利用し、キーストン鉄橋会社が、鉄橋建造の契約を結び、製鉄所が、レール生産の契約を結んだ。 また、スコットとトムソンには、彼の会社の株主になってもらい、ペンシルバニア鉄道は、彼の最大の顧客となった。最初の成功工場を建設した際は、トムソンの名を冠した。カーネギーは、実業家として優れていただけでなく、人間的な魅力と文学的素養も備えていた。多くの社会的行事に招待されるようになり、それをうまく利用した。 セントルイスでミシシッピ川をまたいで建設されたイーズ橋では、キーストン鉄橋を通して、構成の材料を提供するとともに、このプロジェクト自体にも出資している。このプロジェクトは、材料としての鋼の技術的優位性を実証する、資金石という面があったものであるが、それが成功したことで、鋼の市場が拡大した。1884年。 ペンシルベニア州ベナン五郡の産油地帯にある農場に4万ドルを出資。その農場に設置した油性から1年で石油が、取れ利益が上がるようになり、配当金として100万ドルを得た。1885-1900、鉄鋼王、ベッセマーテンロ、カーネギーの母は彼を結婚させなかった。1886年に母が亡くなると、 1887年4月22日、52歳の時、ルイーズ・ホイット・フィールドという女性と結婚した。1897年、唯一の子供である娘が生まれ、母の名を取って、マーガレットと名付けた。カーネギーはそれまでに、アメリカで個人が所有する最大の成功書を経営し、成功業で財産を形成した。 彼が成し遂げた二回の重要な技術革新のうち一つは、成功に、ベッセマー法を採用して、鋼を安価に大量生産できるようにしたことである。ヘンリー・ベッセマーは、炭素含有量の高い熟鉄を制御された、高速な方法で燃焼させる炉を、発明した。その結果鉱の価格が下がり、橋や建築用の桁や、梁、鉄道レールなどに、 鋼が使われるようになった。二つ目は、原材料の供給元を含めた垂直統合を成し遂げたことである。1880年代後半、カーネギーの会社は、先鉄、コークス、構成のレールの世界最大の供給業者となっており、日産2000トンの先鉄を生産していた。1888年、ライバルのホームステッドワークスを買収し、それに伴って、 石炭と鉄鉱石の鉱山、685km もの長い鉄道、大型貨物船を入手した。1892年、所有する会社をまとめて、カーネギー鉄鉱会社を創業。1889年には、アメリカの高生産量はイギリスを抜き、その大きな部分をカーネギーが所有していた。ペンシルバニア鉄道の かつての上司の名を冠したエドガート・ムソン成功書、ピッツバーグ・ベッセマー成功書、ルーシー・ヨー・コーロ、ユニオン製鉄所、ユニオン工場、キーストン鉄橋会社、ハートマン成功書、フリック・コークス、スコットランドの鉱山などを含み、カーネギーの帝国は成長していった。1880-1900、著作家及び活動家としてカーネギーはその後も、実業家として活動し続けたが、 文学的関心も満たすようになった。イギリスの詩人マシュー・アーノルドやイギリスの哲学者、ハーバート・スペンサーを支援し、歴代のアメリカ合衆国大統領や、政治家や著名な作家とも進行した。1879年、故郷ダンファー・ムリンに水泳プールを建設。翌年には、ダンファー・ムリンに、無料図書館を建設するために4万ドルを寄付した。 1884年、ニューヨーク大学医科大学院の前身である、ベルビュー病院医科大学に5万ドルを寄付し、組織学の研究所を創設した。1881年、70歳の母を含めた、一家で、イギリスへ旅行した。馬車で、スコットランドをめぐり、各地で還元された。故郷団ファームリンへの外線がクライマックスであり、そこで、カーネギーの寄付で建設される。 カーネギー図書館の書籍を母が据えた。カーネギーはイギリス社会に批判的だったが、イギリスを嫌っていたわけではない。むしろ、英語圏の人々の関係強化のために触媒として働こうと考えていた。そのため、1880年代初めに彼は、イングランドの複数の新聞を購読している。 それもすべて君主制を廃止してイギリス共和国を創設しようと主張している新聞だった。首相ウィリアム・グラッドストンを含め多くのイギリス人の友人がいた。1886年、弟のトーマスが43歳で高い。それでも事業での成功は続いた。その頃スペリオルコ周辺の価値の高い鉄鋼山を安く購入している。イギリスへの旅行の後、 その経験を、アンアメリカン・フォーイン・ハンド・イン・ブリテンという本にして出版している。また、複数の雑誌に寄稿するようになった。例えば、ジェームズ・ノールズが編集する、ナインティーンズ・センチュリーや、ロイド・ブライスが編集する、ノース・アメリカン・レビューなどである。1886年、トライアンファント・デモクラシーと題した当時としては過激な本を書いた。統計などを駆使し、 イギリスの君主制よりもアメリカの共和制の方が優れていると主張した本である。アメリカの発展を好意的かつ理想的に捉えイギリス王室を批判している。表紙にはひっくり返った王冠と壊れた王爵が描かれていた。この本はイギリスで大きな議論を読んだ。アメリカでは好意的に受け入れられ4万部を売り上げた。 1889年、ノースアメリカンレビュー6月号にウェルスと題した記事を掲載。これを読んだウィリアム・グラッドストンはイングランドでの出版を持ちかけ、ポールモールが Z にザ・ゴズテル・オブ・ウェルスとして掲載された。この記事も大いに議論を読んだ。カーネギーは裕福な実業家の人生は2つの部分からなるべきだと主張している。一つ目は蓄財の期間。 二つ目はその富を大衆に分配する機関である。カーネギーは人生を価値あるものとする鍵はフィランソロピーダーとした。カーネギーは偉大なジャーナリストとしても知られており、新聞に寄稿したり編集者に手紙を書いたりした。新聞を読む習慣は幼少期の頃からあった。例えば、イングランドとスコットランドを旅行中に書き始めた、ラウンド・ザ・ワールドと題した記事などがある。 1898年、カーネギーはフィリピン独立を画策した。米西戦争終結に伴い、アメリカはスペインから2000万ドルでフィリピンを購入。アメリカの帝国主義に対抗すべく、アメリカからの独立を買い取れるように、フィリピンの人々に個人的に2000万ドルを提供しようとした。しかし、この申し出を受ける者は現れなかった。 米西戦争の結果キューバがアメリカに併合されそうになり、これにも反対した。こちらは、グロバー、クリーブランドや、ベンジャミン・ハリソンや、マーク・トウェインらと共に結成した、アメリカ反帝国主義連盟による反対が、若干高を奏した。1901、US スチール1901年、66歳になった、カーネギーは、引退を考え、 その準備として会社を一般的な株式会社化した。当時のアメリカ金融業界の最重要人物である銀行家、ジョン・モルガンは、カーネギーは非常に効率的に利益を生み出したと評価していた。モルガンは、鉄鋼業界を統一することで、コストを削減し、製品価格を下げ、大量生産し、労働賃金を上げることを考えており、そのために、カーネギーの会社や、 他の会社を買収して合併させ、無駄の排除を目指した。1901年3月2日、モルガンらの折衝で、時価総額10億ドルを超える史上初の企業、US スチールが誕生した。チャールズ・ M ・シュワブが、秘密裏に交渉したこの買収劇は、当時のアメリカ史上最大のものだった。モルガンが組織したトラストとカーネギーが手放した企業が、 US スチールに組み入れられた。カーネギーの会社は年間売上高の12倍4億8000万ドルで買収されており当時最大の個人的取引だった。カーネギーの保有していた総額2億2563万9000ドルの株式は50年間5%の金価格再建と交換された。 その株式売却の契約は1901年2月26日になされている。そして3月2日、資本金14億ドルの US スチールが創設された。再建は2週間以内にニュージャージー州放剛県のハドソン信託会社に運び込まれ、約2億3000万ドル分の再建を収めるための地下室が新たに建設された。 1901-1919、特殊化としてカーネギーとジェームズ・ブライス引退後のカーネギーは特殊化として活躍した。事前活動に関する考え方についてはすでにトライアンファント・デモクラシーと富の福音において表明していた。スコットランドのスキボ城を購入し、そことニューヨークを生活拠点とした。それからの人生は公共の利益と社会的、 教育的発展のために資産を使うことに捧げた。また、英語の発展のため、スペル改正運動を強力に支持した。彼の様々な事前活動の中でも突出しているのは、アメリカ合衆国、イギリス、他の英語圏の国々での公共図書館設置である。それらは、カーネギー図書館と呼ばれ、数多くの場所に建てられた。最初の図書館は1883年。 故郷団ファームンで開館した。彼の手法は、地元の自治体が土地と運営予算を用意できた場合だけ、建物と初期の増殖を提供するというものだった。地元に対しては、1885年に、ピッツバーグに、公共図書館用に50万ドルを寄付し、1886年には、ア荒げー,ーに、 音楽ホールと図書館用に25万ドルを寄付し、エディンバラにも図書館用に25万ドルを寄付した。全部で3000弱の図書館の設立資金を提供しており、アメリカ47州、カナダ、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、西インド諸島、フィジーに建設された。また、1899年には、 バーミンガム大学創設資金として5万ポンドを寄付している。19世紀末のアメリカでは無料図書館を市民に開放すべきだという考え方が一般に見られた。しかし、理想的な無料図書館のデザインについては白熱した議論が戦わされていた。図書館の専門家は管理運営を効率化できるデザインを要求していたが、一方で特使からは 温情主義的で市民の誇りとなるような建物を好んだ。1886年から1917年にかけて、カーネギーはその両者の考えを設置し、図書館の事前的な面と効率的デザインを追求した。ニューヨーク州のブルーム郡公共図書館は1904年10月に開館した。当初はビンガムトン公共図書館と呼ばれ、 カーネギーの7万5千ドルの寄付で建てられたものである。この建物は公共図書館と公民館として使えるよう設計された。1901年、カーネギーが寄付した200万ドルでピッツバーグにカーネギー工科大学が創設され、1902年にも同額を寄付してワシントン d c にワシントンカーネギー協会が創設された。その後も、 両組織に寄付をしており、他の大学にも寄付をしている。CIT は後にカーネギー・メロン大学の一部となっている。コーネル大学では理事を務めた。ジョージ・ヘールは、ワシントン・カーネギー協会の支援でウィルソン山、天文台の257センチ反射望遠鏡建設を建設していたが、カーネギーは存命中に、 その完成を迎えたいと考え1911年に同協会に1000万ドルを寄付し建設促進を図った。望遠鏡は1917年11月2日にファーストライトを迎えた。カーネギーが亡くなったのはその後である。1901年には1000万ドルの拠出によってスコットランドカーネギー基金が設立された。彼が 契約書に署名したのは1901年6月7日で1902年8月21日に設立認許状が発行した。当時スコットランドの4大学への政府の補助金は5万ポンドしかなかった。トラストの目的はスコットランドの大学での科学研究を発展させスコットランドの優秀な若者が大学に進学できるようにすることである。カーネギーは セントアンドルーズ大学の名誉総長に選ばれた。故郷ダンファームリンにも多額の寄付をしている。図書館に加え、個人的に土地をカイピッテンクリーフ公園として一般開放した。また、ダンファームリンの住民のためにカーネギーダンファームリントラストを設立している。2013年現在、ダンファームリンにはカーネギーの像がある。 1913年にはさらにカーネギー・ユナイテッド・キングダム・トラスト設立に1000万ドルを寄付し、補助金の基金とした。1901年、ホームステッドのかつての従業員のために大規模な年金も創設している。1905年にはカーネギー教育振興財団を設立、さらにアメリカの大学教授たちのための年金を創設し、これは チア・クレフの一部となった。なお、何らかの宗教を背景にした大学はその宗教との関係を断ち切ることが年金加入の条件になっていた。音楽を愛したカーネギーは7000台の教会用オルガンを作らせている。1891年に建設したカーネギーホールは寄贈せずに所有していたが、1925年に彼の未亡人が売却した。 ただし2013年現在もそのままの名前が使用されている。ブッカー T ・ワシントンが黒人教育のために創設したタスキーギー職業訓練校も支援している。また、ワシントンがナショナル・ネグロ・ビジネス・リーグを創設するのも支援した。1904年、アメリカとカナダで英雄的行為を表彰するカーネギー英雄基金を創設。 同様の基金を後に、イギリス、スイス、ノルウェー、スウェーデン、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、デンマーク、ドイツにも創設した。1903年には、オランダのデンハーグにて平和宮を建設する資金として150万ドルを寄付し、この建物は後に、国際司法裁判所として使用されている。カーネギーの事前活動と、 芸術振興を称えて1917年10月14日、ボストンのニューイングランド音楽院にてカーネギーを、ファイムアルファーシンフォニアというフラタニティの名誉会員と、する式典が行われた。同フラタニティの理念とカーネギーの若者の才能を、伸ばすという価値観が一致したためである。19世紀当時の符号の基準をもって判断すれば、 カーネギーは特に冷酷な男というわけではなく、冷徹に利益を追求する貪欲さは十分持ち合わせている人道主義者ということになる。別の言い方をするならば、彼の生活と彼が雇っていた労働者たちや貧困者たちの生活は著しく異なっていた。電気作家、ヨゼフ・ウォールは、おそらくカーネギーは、 自分の金を分け与えることでその金を集めるためにしてきたことを正当化しようとしたのだろうとコメントした。スコットランドからの移民の子が成功したということで、カーネギーをアメリカンドリームの代言者だと見る人もいる。彼は成功を収めただけでなく特殊化としても活動し、さらには植民地化された国々の民主化と独立も実現しようと努力した。 1919年8月11日、帰還支配炎のため、マサチューセッツ州レノックスで亡くなった。生前、すでに3億5069万5653ドルを寄付していた。遺産の3000万ドルも、基金や慈善団体や年金などに依存された。ニューヨーク州、ノースタリータウンにある、スリーピーホロー墓地に埋葬された。いわゆる金ピカ時代を代表する。 もう一人の有名人、サミュエル・ゴンターズもすぐ近くに埋葬されている。カーネギーも会員だった、サウス・フォーク・フィッシング・ハンティング・クラブは、1889年に2209名の死者を出した、ジョーンズ・タウン・洪水の原因を作ったとして非難されている。友人のベンジャミン・ラフの発案で、仕事上のパートナーヘンリー・クレイ・フリックが、ペンシルベニア州、 ジョンズタウンの上流に作ったのが、サウスフォークフィッシング・ハンティングクラブである。62身余りの会員は、ペンシルベニア州西部の富豪たちで、フリックの親友アンドリュー・メロン、弁護士フィランダー、ノックス、ジェームズ・ヘイリード、カーネギーらが参加していた。ジョンズタウンの上流にある、サウスフォークという町の近くにサウスフォークダムがあった。このダムは、 ペンシルベニア州政府が1838年から1853年までの年月をかけてジョンズタウンのある盆地に運河網を作るための貯水池として建設したものである。しかし輸送手段が運河から鉄道に移ったためダムは不要となりペンシルバニア鉄道が買い取りさらに1881年にはサウスフォークフィッシングハンティングクラブの所有となった。 そして、ダム自体は若干修理しただけで、貯水量を増やして、人口湖とし、湖畔に、別荘やクラブハウスを建設した。このダムから20マイル下流にジョーンズタウンがあった。ダムの高さは22メートル、幅は284メートルだった。1881年にクラブを開設してから1889年までに、ダムはたびたび漏水し、 主に泥や麦わらで応急修理していた。さらに以前の所有者が中鉄製の3本の放水管を撤去しており、制御された形で放水できない状態になっていた。ジョーンズタウンのさらに下流にあるカンブリア製鉄所がダムについての懸念を表明していた。1889年初頭の積雪が春の到来とともに溶け、水かさが増えてダムが耐えきれなくなり、 5月31日に、ジョンズタウンに向かって2000万トンの水が流れ込み、洪水となった。ダム決壊の一報がピッツバーグに伝えられると、フリックをはじめとするクラブ会員が集まり、被災者支援のためのピッツバーグ救済委員会を作り、クラブと洪水の関係については一切公言しないことを申し合わせた。この戦略は成功し、クラブ会員は訴えられずに済んだ。 カンブリア製鉄所は洪水で多大な被害を被ったが、1年以内に創業再開にこぎつけた。洪水後、カーネギーはジョーンズタウンの図書館を再建している。その図書館は2013年現在では洪水博物館になっている。1892年に起こったホームステッドストライキは143日間も続いた労働葬儀で流血沙汰になり、 アメリカ史上最も深刻なストライキである。カーネギー鉄鋼の本拠地ペンシルベニア州ホームステッドで組合と会社の間の論争から発展して発生した。不安がピークに達する前にカーネギーはスコットランド旅行に出発している。組合との調停はパートナーだったヘンリー・クレイ・フリックに委ねた。 フリックは組合を心よく思っていないことで有名だった。全面度会社は60%も利益が増加していたが、会社側は給与を30%以上増やすことを断った。一部労働者が60%の賃金増を要求したため、経営側は組合委員を締め出した。労働者側はこれを経営側によるロックアウトだとし、ストライキが発生した。 フリックは数千人のストヤブリの作業員を雇い、作業員を守るために、ピンカートン探偵者に協力を要請した。7月6日、ピンカートンがニューヨークとシカゴから300人の護衛を送り込み、乱闘が発生。死者10人、負傷者数百名の大惨事となった。ペンシルベニア州知事はこれを鎮圧するため周兵を送り込んだ。 ストライキとの直接の関係はないが、同年アナキストのアレクサンダー・バークマンが、フリック暗殺を試み、フリックは負傷した。バークマンは、フリックを排除すれば、カーネギーが、ホームステッドの一件の責任者になると思ったと、述べている。その後、引組合員の移民を労働者として雇い入れることで、創業再開にこぎつけ、カーネギーがアメリカに帰国した。しかし、 この一件で、カーネギーの評判に傷がつく結果となった。スキボ上にいて、アンドリュー・カーネギーに捧げられた、ステンドグラス1868年、33歳の時、カーネギーは、蓄財は、偶像崇拝の悪い種の一つだ。金銭崇拝ほど品位を低下させる偶像はないと、書き残している。そして同じ文章の中で、 自分の品位を落とさないために35歳で引退して、その後は、事前活動を行うと記し、金持ちとして死ぬことほど、不名誉なことはないと書いている。しかし、彼が最初に、事前活動を行ったのは1881年の、ことで、故郷団ファーム林での図書館建設だった。死の際にやむなく行う遺贈ではなく、生存中に、活用先への責任を持ちながらい スタンフォード大学の創設者、スタンフォードのような例を模範として実践した。彼は著書、富の福音の中で、裕福な人はその富を浪費するよりも、社会がより豊かになるために使うべきだ。と述べている。1908年、カーネギーは当時ジャーナリストだった、ナポレオンヒルに500人以上の裕福な成功者に、インタビューして、成功の共通点を見つけることを無償で依頼した。 結局ヒルはカーネギーの協力者となった。彼らの成果はカーネギーの死後にザロー・オブ・サクセスとシンク・アンド・グローリッチというヒルの著作として出版された。特に後者は初版以降絶版になったことがなく全世界で総計3000万部を売り上げている。1960年ヒルはカーネギー式の蓄財法についても記した簡易版を出版している。 長らくそれが入手可能な唯一の版だった。2004年、ロス・コンウェルがシンク・アンド・グローリッチ・ザ・オリジナルバージョン・リストアード・アンド・リバイズドを出版。これは本来の版を若干改定したものに詳細な、巻末中と作品と付録を追加したものである。カーネギーはハーバート・スペンサーの著作を高く評価し、スペンサーが自身の教師だとさえ述べている。 しかしその行動は、スペンサーの考え方に反する部分も多い。スペンサー流の社会進化論は、政府の干渉に反対し個人の権利を尊重するもので、適者生存という考え方が根底にある。スペンサーは、昆虫が特定の環境に適応して様々な種に分かれていったように、人間社会も自然に分業化されると考えた。 生存競争を勝ち抜いた個人は進化の最先端にあり、その世代で選び抜かれた自衛力の最も強い個体だとする。さらにスペンサーは政府の権限は社会的求心力や人権を保護するために人々から一時的に与えられているに過ぎないとした。スペンサー流の適者生存の考え方では不平等な状態を是とし弱者や貧者への施しは 進化を害するとしている。スペンサーは弱者や堕落した者や障害者をより分ける厳しい運命に人々が抗うことが社会のためになると強調している。カーネギーが19世紀末から20世紀初頭にかけて取った政治的、経済的立場は自由競争主義を擁護するものだった。 そのため政府主導の事前活動や政府による商業活動への干渉には激しく抵抗した。カーネギーは資本の集中が社会の進化に必須だと信じ、奨励されるべきだと考えていた。カーネギーは商業における適者生存を熱心に支持し、鉄工業のすべての工程を支配する際の障害となるものを排除していった。コスト削減をする際には、 労働経費削減も言った。スペンサー流の考え方では、コスト削減による物価下落が自然なことであり、組合はコストを押し上げて、社会進化を妨げる存在だった。カーネギーは自身の行為が社会全体に役立っていると信じ、組合は少数の利私欲を代言していると思っていた。表面上カーネギーはスペンサーを信奉する他の自由。 競争主義の資本家と同じようであり、自らスペンサーの弟子だと称していた。一方でカーネギーはスペンサー流の敵者生存を体現した人と見られていた。1903年にスペンサーが亡くなるまで二人は互いに尊敬し合い、信仰していた。しかし、スペンサーの社会進化論とカーネギーの資本家としての 行為には、いくつか重要な不一致が存在する。スペンサーは製造業において、個人の優れた資質は、比較的影響が小さいとし許容できるとしたが、市場の大部分を独占する者が現れると競争が、阻害される恐れがあるとした。そして独占者が、同情的自制のない性格だった場合、競合者が打ちまかされる可能性がある点を、懸念していた。 彼は自由市場競争の果てに戦争状態が必ず到来するとは思っていなかった。さらにスペンサーは経済力が上の者が競争相手を廃業に追い込むためにその経済力を活用する商業的殺人も行われていると主張した。カーネギーは垂直統合によって鉄工業で富を築いた。また何社かの競争相手は 株式の大部分を抑えるという手法で買収し、吸収合併し、自らの会社を成長させていった。さらに、鉄道会社との密接な関係も、カーネギーの成功の一因であり、鉄道会社が線路などに鉄鋼を必要としただけで、なく、原材料や鉄鋼製品の輸送で、鉄道会社が潤うという面もあった。鉄鋼業と鉄道業は自由競争に任せずに、 価格カルテルを結んでいた。カーネギーが市場操作した以外にアメリカの関税は自国の鉄鋼業界に有利になるよう設定されていた。カーネギーは有利な関税率が継続されるよう議会にも熱心に働きかけていた。カーネギーはそのことを隠そうとしていたが1900年にヘンリー・クレイ・フリックがいかに関税率が カーネギー鉄鋼にとって有利に設定されていたかを明らかにした。スペンサーは規制や関税など政府による経済活動への干渉は絶対反対の立場だった。スペンサーは関税を製造業者や職人など少数の人々に立するために大勢から取り立てる課税形態だと考えていた。カーネギーが友人としてスペンサーと 個人的に親しかったのは確かだが、政治的、経済的思想の面では、必ずしも忠実な信奉者ではなかった。また、カーネギーは、スペンサーの主要な理論の一部を誤解するか、意図的に誤り伝えたようである。人間社会の条件から次のような重要な要求が生まれる。資本の集中化は、今日の需要を満たすのに必須であり、 疑いの目で見ずに促進されるべきである。それが、人間社会に有害ということは、全くないが、多くは有益であるかまたは、間もなく、有益となることを義務付けられる。それは、不均質から均質への進化であり、明らかに発展の新たな段階である。カーネギー、アンドリュー1901ザゴズテル・オブ・ウェルスア・アザー、タイムリーエッセーズ事前活動の面では、 カーネギーの行動は、スペンサーの哲学から大きく乖離しており、複雑化している。1854年の論文マナーズファッションで、スペンサーは、公教育を、古い体系と称した。彼はさらに、公立学校や大学は、学生の頭を無駄な知識でいっぱいにし、有益な知識は教えないとした。スペンサーは、政治、宗教、文学、 事前など種類を問わずあらゆる組織を信用しないとし、組織が影響力を強めれば規制も強化されると信じていた。それに加えてスペンサーは、あらゆる組織は発展するに従って、権力と金が集まって堕落し、当初の精神を失い、活気のない気候へと変化するとした。スペンサーは貧しく、圧政に苦しむ人々を救おうとする、事前活動は、 どんな形であれ無謀であり何も成し遂げられないと主張している。スペンサーは貧困層を救済しようとする試みは、後世に増大する過婚を残すだけだと考えていた。スペンサーの信奉者を自称するカーネギーは、私は事業でできる限りの良いことを行ってきた。私はその事業から完全に手を引いたと述べている。カーネギーは、社会の進歩は、 道徳的義務を果たす個人に依存していると考えていた。従って、本当の事前とは、自ら成長し目標を達成しようとする人々を助ける形で行うべきだと信じていた。さらに他の符号にも、公園、美術品、図書館、その他コミュニティを改善する、何らかの努力など長続きする形での寄付を進めている。また、 遺産相続には強く反対している。成功した実業家の子孫は親ほど有能ではないと信じていた。多額の遺産を子らに残すことは社会に還元できたはずの富を浪費するだけだと信じていた。特にカーネギーは自分がそうだったように未来のリーダーは貧困層から生まれると信じていた。彼は貧しいほど親はこう注意深く育て、 職業倫理も叩き込むので、富裕層より貧困層の方が成功しやすいと信じていた。19世紀のスコットランドでの宗派間の争いを目にしたカーネギーは、教団を持つ宗教には一切関わらなかった。その代わりとして、自然主義的用語や科学的用語を通して世界を見ることを好み、神学と神霊を排除しただけでなく、 進化の真実も見つけたと述べている。年を経ると、反宗教的態度はやや軟化している。1905年から1926年まで、社会的福音が死没した、マディソンアベニュープレズビテリアンチャーチに属していたが、妻や娘は、ブリックプレズビテリアンチャーチに属していた。また、万物から生じる無限かつ、永遠のエネルギーへの信仰を告白した聖アンデレに、 対する文章を用意したことがある。ナポレオンヒルはカーネギーが無限の知性を信じることが重要だとしていたと書いている。イギリスの自由主義の政治家、ジョン・ブライトを英雄と捉えていたカーネギーは若い頃から世界平和の追求を心がけていた。彼のもっと All is well since all grows better は事業に関してだけでなく、 国際関係についての観点にも当てはまっている。世界平和への彼の愛好と努力にもかかわらず、カーネギーは多くのジレンマ、国際関係への彼の味方と様々な義理の間の衝突に直面した。例えば1880年代から1890年代にかけて、カーネギーの事業はアメリカ海軍の近代化のため大量の装甲板を受注することで拡大した。 その間カーネギーはアメリカの海外進出に反対している。彼はまた英米関係の友好促進を唱えながらイギリスの階級社会を批判する本を出版して議論を読んでいる。アメリカが外国を併合しようとする件ではカーネギーは常に反対の立場だった。ハワイ、グアム、プエルトリコの併合には反対しなかったが、 フィリピン併合には反対の立場を貫いた。フィリピン人が独立を求めて戦ったので、カーネギンはその島を征服することは、民主主義の根本原則に反すると信じ、米軍を撤退させフィリピンを独立させることを、ウィリアム・マッキンリーに進言した。この行動は、反帝国主義的な他のアメリカ人に感銘を与え、アメリカ反帝国主義連盟の副会長に、 彼が選ばれることになった。1901年に事業を売却すると、カーネギーは平和のために専念できるようになった。資産の多くを平和維持機関の発展のために寄贈した。友人でイギリスのジャーナリストだったウィリアム・トーマス・ステッドが国際社会の平和と調停のための新機関創設を要請したとき、カーネギーは次のように答えている。 私は別の組織を作るのが賢明とは思わない。もちろん私が間違っている。可能性もあるが、億万長者の金で作られた組織は、哀れみの対象として始まり、嘲笑の対象として終わるだろうことは確実だ。あなたがそれに気づかないとは驚きだ。億万長者の金ほど、その組織の権利の公平性を奪うものはない。だから、その組織は汚されてしまう。 カーネギーは国際関係での平和維持は人々の努力と意志によると信じていた。お金は単に行動を促進するだけである。世界平和が財政援助にのみ依存するなら、それは目標ではなくなり、哀れみの行為のようなものになるだろう。1910年に創設したカーネギー国際平和基金は、 戦争根絶という最終目標に至る道程の重要な一律化とみなされ、司法的手段を提供することで戦争を根絶しようとするものだった。彼はその基金が現行国際法下での国家の権利と責任についての情報収集を促進し、その成分化を促進するものとした。カーネギー国際平和基金の歴代官在任を挙げておくと、 フェルプス・ドッジ社長のウィリアム、JP モルガンのトーマス・ラモント、マサチューセッツ工科大学のバネバー、ブッシュ、ジャパンロビーのジョン・ホスター・ダレス、ヒューレット・パッカードのウィリアム・ヒューレットなどがいる。1914年、第一次世界大戦直前にカーネギーは、チャーチ・ピース・ユニオンという宗教会、学会、政界のリーダーたちのグループを結成した。彼は CPU を通して、 世界中の宗教団体や道徳的団体を結集し、戦争根絶に向けたリーダーシップを形成することを目論んでいた。結成イベントとして1914年8月1日、CPU は南ドイツにあるコンスタンス・コハンで国際会議を開催しようとした。しかし参加者が会場に向かおうとした頃、ドイツによるベルギー侵攻が始まった。 始まりは不吉だったが、CPU は発展した。今日では倫理に重点を置いており、カーネギー国際関係倫理協会と呼ばれる、独立した、非営利組織となっている。その目的は、国際関係における倫理的表明をすることである。第一次世界大戦勃発は、世界平和について楽観的だったカーネギーに衝撃を与えた。 彼の反帝国主義と平和促進の努力はすべて失敗し、カーネギー基金も彼の期待に応えられなかったが、彼の国際関係についての信念と考え方は、後の国際連盟結成の基盤を築くのに役立っている。ジョン・ド・スパソスの北緯42度線では、カーネギーが自信満々の投資家として描かれている。故郷ダンファームリンにある立像。 カーネギーの書簡はアメリカ議会図書館が所蔵している。コロンビア大学図書館のカーネギーコレクションはカーネギーが創設した4つの財団などの文書を集め保管している。カーネギーメロン大学とピッツバーグのカーネギー図書館は共同でアンドリューカーネギーコレクションを創設しカーネギーの人生に関する資料をデジタル形式で公開している。ありがとうございます。